筆塚って言って筆のお墓が日本にあるんですね。使わなくなった筆をそこにお供えするんだけれど、その命をやっぱりすごく大事にするカルチャーがあるから、それはやっぱ自分の目でちゃんと見たいなと思って、来年必ず行きたいなと思ってる場所の一つですね。これは馬の尻尾を使った毛、これもすごく貴重な筆をとあるところからちょっと譲ってもらったヤギの毛。あとちょっとユニークなのはウサギのヒゲでできた筆もお気に入りですね。これは猫、筆がないと作品が描けないので、まあ変な話、自分の髪、今は髪の毛ないんですけど、学生の頃は自分の髪の毛に墨汁をつけて字書いてたってしてたことがあったり、手で字を書いたり、もうペタ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 したこともあるんですけど、やっぱり動物の命が僕にとってはとってもやっぱり欠かせないものですね。馬は神様が乗る乗り物って僕は小さい時に教わって、伊勢神宮に行った時に真っ白い馬がいるんですね。神馬っていうそうなんですが、やっぱり本当すごい神聖な生き物っていう認識で僕の中にいます。今日ちょっとふくよかな馬を描いてみたんだけれど、これが本当に昔の古代人が馬を見て馬を描いたんですね。自分の好きな故事成語の人間万事塞翁が馬、幸せも災いもすごく紙一重で、いいと思ったことが悪かったり、悪かったと思ったことがいいことだったり、ポジティブなメッセージだと思うんですけれど、僕はやっぱり経験したものしか作品できないので、小さい頃の記憶と今生きているものがリンクしながら、その経験したものを表現したいなと思うから、常にそれはもう自分の血みたいなものかな。